はい、どうもこんにちは、最新ルームです。今日もね、いろんなところを掃除していこうと思うんですけれども、まあ最近なんか普通の場所っていうかね、なんか普通のルンバで掃除するような場所を掃除してなく、スマブラに参戦したりとか、RPG の主人公になったりとかね、いろんなことはありましたけど、今回こちらロボットマン X ということで、いやこれはさすがにロックマンじゃないかといや前回ね、この掃除の伝説ってやつで、いやそのゼルダと間違えたんですね。ちょっとオマージュしてる感じのマップなのかなと思ったら、ゴリゴリに RPG を作り上げてるっていう、逆にすごいねもうルンバが主人公のね、ルンバの伝説っていうゲームを遊ばせてもらったんですけど、今回のここさすがにロックマンじゃないかなと思います。うん、このミッションのところもなんかファイヤーマン、アイスマン、エレクトリックマンかな、でグリーンマンとか、なんかなんたらマンがいっぱいおるんで、多分ロックマンじゃないかなと。俺はロックマンそんなに知らないんですけど、あの一番初代のなんかね、あのなんだ、エアーマンとか、それそういうのしか知らないけど、多分これはロックマンだろうということで、まあ、最後のカミングスーンはちょっとわかんないけどここのマップをきれいにすんのかな。今回ロックマンになるのかな、もしかしたら。もうめっちゃ楽しみなんで、やっていきましょう。スタート。いや、もうルンバマンになるんじゃないの。あ、ほら、ムービーがあるもんだって。あ、続いてんのこれ、全、もしかして。前の、あ、おるやん、お前お前一緒に逃げたもんな。あの、マストっていうの、あの、木のね、支柱の一番てっぺんにお前おったもんね。え、なんかすごい戦ってない、なんか。おお、なんかボンボン言ってる。お前もバッと持って、参戦すんの。え、あ、俺、お前、俺、こっち？え、ルンバじゃないやん。もうルンバじゃない。ほら、体力も30しかないじゃん。で、ジャンプ？あ、10ボタンでバット振れるんだけど、なんで俺がこいつを操作すんの？え、どういうこと？ルンバは？これ、こう、あ、こう、壊れるとかじゃなくて奥に行ったんだけど。え、あ、壊れた。あ、でも掃除できない。掃除の機能ないもんね、お前には。え、ちょっと待って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 。え、俺こんなのすんの、俺。え、ちょっと待って待って。はい。あ、いけたいけた。え、もうルンバという概念を超えて上がる。うわ、いるんだけど、なんか。おー、スローモーションかっこいい。え、あ、上上がれる。上がれる。え、ちょっと待ってよ。え、いや、スマブラもね、だいぶゲーム性違って。え、ちょっと、これ、むずくないここ。あ、いや、ちょっとむずいな、これ。スマブラもね、だいぶ、びっくりして、RPG もだいぶびっくりしたけど、あ、壁キックできるんだ。え、まさかのこんなことできるの？え、もう何でもできるやん、このルンバのゲームで。え、すごいわ。作った人がすごいわ、これ。OKOKOK。じゃ、BGM かっこいいな。BGM がかっこいい。OKOKOK。ね、これ壁ジャンプを駆使してね。本当のロックマンも壁ジャンプがあるのかどうかは知らないけど、結構高いね、このはしご。で、このおじさんでどこまで通用するのか。で、ルンバはどこに行ったの？うわ、この壁際におるこいつだるいな。これジャンプバット、OK。からの壁キックで上に登っていく。こいつの身体能力、神すり、身体能力すごいね。この坂は、おお、上がれる。え、ルンバはどこに行ったの？捕まったの？いた、うわ、それやばい。そのなんか、レーザービームなんだレーザーブレードみたいな。このゴールドみたいな。カービィのゴールドみたいなやつは避ければいい。あ、結構いっぱいあるね、これ。OK。このウイルスキンみたいなやつ避けて、足場が狭いな、これ。この普通の人間が、うわ、ルンバいるよ、ルンバ。え、ルンバがいるんだけど。うわ、こいつ、ドローンだ、ドローン。OK。え、なんでルンバがいるの？ルンバとは敵なの？え、ルンバを倒しに来たの？でも、ルンバと一緒に船で渡ってきたんでしょ？お、危ない。まあ、でも、とりあえず上に行くしかないよね。うわ、めっちゃ出てくるんだけど。え、何？あ、来た。ここ、ボスいるんじゃない？もう、もうそろそろファイヤーマンが出るんじゃないの？あ、止まった。お、勝手に動いてる。え、あ、いじめられてる俺のルンバ。お前、会話始まったんだけど、ちょっと待って。え、お前がファイヤーマンなの？誰だお前は、こいつの飼い主か？このザコロボっての部品は俺がいただ、お前こいつ俺ザコと言ったかお前。ミサイル撃ててブラックホールあってガトリングあってスナイパーも撃てるのに使えないロボットはとっとと渋谷から出るんだな。お前もロボットだろ。お前も猫じゃないのか。そうか。え、どっか行ったんだけど。あ、なんか足音。え、誰お前。え、ロボットを、掃除ロボットをバットで叩くような音がしたけど、大丈夫そ？大丈夫そっていう。
まずいな。一刻の猶予もない。マジでやばいじゃんそれ。わしのラボに来るんだ。すごい。何これ何これ、ちょっと違うアプリやってんじゃないのっていうぐらい違うんだけど。とりあえず1名は取り留めたな。紹介が遅れたな。わしの名前はレフト博士。みんなに親しみを込めて無職それ仕事してねえんだよ。親しみじゃなくて憎しみとかそういうのだよ。それもうバカにされてんだよお前。襲ってきたロボット、襲ってきたのオメガと名乗る凶悪なロボットだ。自分を強化するために他のロボットから使えそうな部品を奪っている。うわー、確かにね、俺のっていうかこのルンバはね、もう最新だからね、空飛べるわなんやらかんやらありすぎるからね、いろんな機器が。この掃除ロボットも部品が奪われて、そんなひどいことしたの？ちょっと待ってろ。部品が奪われて、なんか、なにガムテープ、本当にガムテープかよ。ガムテープで腕にくぐりつけてやったぞ。これで移動移動っていうかさ、それ運んでんじゃん俺が。この場合の俺ってどっちなんだろうな。バット持ってるやつが運んでるだけじゃんそれ。移動じゃないよ。治ってないだと。いや治ってないよ、根本的にってか全部治ってねえよ。部品がない以上どうすることもできん。オメガを倒して部品を取り返すしかないな。オメガには4人の手下がいる。かっこ撃破してボッチになったところをボゴるといいぞ。急に現代っ子。特別にわしの天才的な発明品をくれてやる。きっとオメガを倒すのに、手助けになるだろう。何くれるの？ローションシューズ。なんか本家ロックマンみたいな足になったなお前。靴底にローションを塗ることで滑るようなダッシュができるようになる。おお、はいはい。普段歩くときは滑らないかって？いやほんとそれな。それは知らん。いやそこだろ、一番重要じゃないそこ。他にも天才的発明品があったんじゃが4人の手下に奪われてしまってな。見つけたら使ってもいいぞ。ほう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 。でもローションシューズとかそのね、ようわからん用途の部品作ってるようなやつだからな、動けるんだけど。あ、これ回避？あ、はいはいはい。おお、な、え、買えるの？いい感売ってるんだけど、女王、噛んだね。いい感売ってんだけど、ebook ってそれ、それ意味があるの？ ebook 買うことによって意味あるの？で、M 缶、これもモンスターじゃん。で、アルコール。いや、それさ、弱くならん？どうなの？回復で使えそうならいい缶だけだけど。あと、M 缶ね。ebook とアルコールはなんか弱くなりそうなんだけど。え？てか、買えるの？ちょっと待って。買えるの？買うこと、どうやって買うのこれ。買っていくか。これ、いい缶押したら。あ、300円。はい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 。ebook は？装備中の残弾に制限がある武器のエネルギー。ああ、はいはいはい。でもまだそんなの持ってないよね。あ、どこ行くのお前。ちょ。M 缶。すべての武器の。ああ、そういうこと？マジすごい缶。そういう略詞？アルコールすべてを忘れてこのステージ最初から。それ意味あるかお前。それ意味あるのそれ。それ現実逃避してない？すべてから。じゃあもうとりあえずまだ何も減ってないし、銃もな。あ、銃はあるのか一応。おお、よお、ロボットマン X、 いいのこれ。もうルンバ要素右手に装着されてるだけだけど。おお、かっこいい。おお、すごい。おー、こういう画面見たことある。これこういう画面見たことあるよ。じゃあとりあえず4人でしょ。でもなんか5人いないこれ敵。でもとりあえず一番上の真ん中のさ、この弱そうなね、こいつ行ったらいいんじゃない？あ、これファイヤーマンだ。おお、いや待って、ちょっとこういうの見たことあるって。いや俺もあんまりさ、ほんとロックマン知らないけど、なんかちょっと既視感あるよ。銃は？ああ、銃の撃ち方これいいの？あ、バットね。はい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 。武器は？ああ、こう、あ、選べれるんだ。はいはい、戦闘中に使えたりするわけね。えぐ、これやばいね。連射力すごいなお前。あ、強いわこれ。俺のルンバからこの連射が生まれてるってことでしょ。やっぱルンバ強いよ。なんかいるんだけど盾持って。あいつちょっとやばくない？これ近距離戦、これ近距離戦じゃない？さすがに
行って行って、ちょっとちょっとちょっと行った、ええ行った、痛い痛い痛い、何お前強くない、えお前強くない、何こいつ、え、ちょっと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 、お前どうすればいいの、俺こうか、いや違うな、え、いやもういや無視だ、無視無視無視、わからんわからん、何あいつ、いやなんかゾンビいるんだけど、オッケー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 、うわー下から火が出てる、あーつ、あ熱くないわこれ別に熱くないんだ、砂、うわー移動するねこれ勝手に、はい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 、よし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 、この足場は、あ崩れるんだ、すごいな、何これ、こんなのできるのこのゲーム、あやべ、あちょっとちょ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 、これドローンとかちょっと倒せないな、あこれ飛ばないよね、あーそうだよね、一回乗ったもんね、そうですよ、そういうやつだから、ちくわブロック的なね、これ届く、届かないね、危ねえな今、いやちょっと待って、こんなところで死ぬわけにはいかねえんだよ、ちょっとオッケー、いいな、ダブルキル素晴らしい、いやーこれちょっとドローンがうざいな、あと鎧ね、あぶっつま下手すぎん、こっから右ルートに行く、上がります、こうです、オッケーオッケーオッケー、ちょっとこんなに急に、あねアスレチックされても、こんな特に何もない、あそうかルンバが来たから、うわーマジで、 でもルンバが回復するだけでさ、これ人間自体回復しない気がするんですけど、そこら辺はいいんですかね、まあいいでしょう、この人間とルンバはもう一心同体に改造されてるってことね、オッケーオッケー、ここは行けるんだ上に、はい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 、あ道ちゃうやんこれ、これ渡れる、あダメか、下に降りれるの、こっから降りれるん、あ降りれるね、すごいすごい、こいつは倒します、え、こんな面白いことあるのねこんなにね、でも一応ルンバというところは守ってるからね、うん、ルンバマン X だから、なんだっけ、ロボットマン X だから、あこれこっちか、いっちゃん上か、ここちょっとむずいね、オッケーオッケー、ファイこいつ倒して、ファイって何どんな変に、おーびっくりした、穴かと思った今、びっくりした、オッケー、なんもいないね、うわーこいつ危ねー、え、これ大丈夫、一応こうやって降りるか、うわー嫌なのいる、いやこいつ強いんだよね、こいつマジむずい、銃ってきたら、オッケー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 、普通に強い、あーいか掃除しよう、オッケーオッケーオッケー、いや回復力が非常に優秀です、でも無視したいなこれ、無視でき、おーおー何それ何それ、おーおー何、ちょっとそんな動きできるの、お前どうやってやった今、ん壁キック、壁キックから、壁キック中に、おおおすごいすごい、こんな動きできるんだお前、123だ、123回からの10、 OKOKOK、 これを分かってしまえばお前は簡単だ、 OK いいね、でゴミは吸いますね、倒した敵のゴミもちゃんと吸っていくね、素晴らしいよこれ、うわー上に箱があるけど、おお来るんじゃない、うわボム兵じゃん、これファイヤーマン、ちょっとちょっとこれ絶対危ないよ、はいはいはい、いいねいいねいいね、あ、ちょっと、いった !OK! よし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 。おら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 本物のロックマンの飛び散り方みたい、リトライしたけど、あこれもボス戦手前だなこれ、あいいね、バットの方が火力高いのかな、もしかして、バットでちょっと痛い、はいはいはい、バットで、いやでもバットかなりリスク高いよね、痛い、いやこれ操作が、ま、マジでむずい、あ生きてるんだ俺、ああ回避って無敵じゃないんだ、そもそももうお前に次はないよ、ちょっと、うわ近い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 、こうダメージ与えてって、壁つかまりからのこの空中移動、壁つかまりからのこの空中移動、この連射いっ強っ、 OK、 ジャンプ、あーちょっとずれた、いいよいいよ、回避
帰り帰り、オッケーオッケーオッケー、もうね無駄な左移動はいらない、よし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 、完璧、オッケー、あー倒したやっと、お前強いってマジで、ちょっとちょっと、あんまり危ない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 、強かったこいつマジで、何回死んだ俺、6回ぐらい多分やられたよ俺こいつにこれでも多分一番、あいた、ちょっと待って、そんな、いやきだ、いおい、それは無理だって、このゲーム何がむずいかって移動が一番むずいんだよこういうねアプリ系のゲームって、あの左のこの操作すっごいむずいのよこれ。また戦うの、もしかしてボスやっと倒したのに、どっから、あ倒してるっぽい、やったよかった、もうマジでやってられんて、あいつまた倒せるかちょっと不安だったから、何何ちょっと、えこれあれだな、ローションスライド移動だ、いやー違った道、あーダメだった、これあれか、さっき通ったな、こんなような道、思っている以上にこれ 見た目以上に操作がガチでむずいんだよね、よしよし、急いで急いで急いで、で次が確か下、オッケー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 、わー次覚えてねー、あいや行っちゃう上だ、やばい危ない、もう行きたくない、邪魔だー、オッケー、早く来い、早く降りて、オッケー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 、大丈夫、終わった終わった終わった、あのゾーン抜けた、あ抜けた、あのゾーンやった、よしよしよし、ええああちょっと待ってよ、ちょっと待って、ま頼む頼む、あのゾーンは終わってくれ、本当にむずいんだ、あっこどこ、ここ、あよかった終わってた、よかったよかった、よし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 、こっち、おお、いや むずいね、むずいんだよ普通に、よし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 、でここに行きます、ジャンプで、あー左が、くそ、おお、いやまだいけるまだいけるまだいける、あーくそ邪魔じゃばっか、あーなんだお前、いや乗って、とりあえず乗ろう、オッケーオッケーオッケー、危ねえ、よしよしよし、マジこれ本当にね、これ移動が超むずいのよこのゲーム、移動がむずいってか、まあリモコンとかがね使えればいいのかもしれないけど、これ左スティックがだいぶ死んでる、危ない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 、死んでるってか手がさ、これ多分乾いてないときついわ、今もうなんか湿ってるから横に動かない、動かないっていうか、なんかガガガガガって無理やり動かしてる、オッケー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 、こうオッケーオッケー、なんかすっげえジャンプしたな、登ろう、よし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 、じゃファイヤーマン、ファイヤーマンじゃないのお前、あいつ倒したの、なんか上におるし、オッケー、おお、ちょっと、ちょっと、一撃一撃か、マジか、こいつ一撃か、嫌なところに置いてやがる、ここここ慎重、危ねえ左スティック、危ねえ危ねえ危ねえ、一旦とりあえずはしごに捕まろう、もう燃えたって、あ一撃なの、範囲場が広いやん、なんでお前火も一撃かよマジで、お前もうロックマン、ロックマンじゃない、とりあえずはしごの下は安全そう、ここオッケー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 、からいや頼む行ってくれ、オッケー、危ねえ今当たったんじゃないの、よしよしよし、やっと行った、もう10回ぐらい行ってるから、痛い痛い痛い、でもお前無敵、オッケーオッケー、お前無敵、お前は無敵じゃない、俺は無敵、オッケー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 、よしよしよし、なんかゴミ吸えんかったわ、よしよし、こいつなら別に撃たれたところでもうしょうもないから、1、2、3回撃たせる、撃たせればいいんだよこんなやつ、撃ってこいよ撃ってこいよ、うら1、3、オッケーいい、全然いい全然いい、やられた分お前らのゴミで回復するから、よし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 、オッケー注意しろよ、お何、おあ出たこいつか、お前がファイアマンか、うわなんか右側に騎士官のある体力バーが、いやー熱い、おそれは知らんな、オッケー、はい、痛い、お前近づくんじゃない、バットで殴るぞ、よしよしよし、痛い、やめてくれ、あーやめて、オッケー、おいー、あー当たるんかい、ちょっと待って、よし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 、当たるんかい、来いよ、いや来んなよ、わーなんで来るんだよこっちに、オッケー、でもここまで来たから多分ボス戦でしょう、セーブポイントは、お移動してんじゃない、セーブポイント、これボス戦じゃない、あよかった、あの砂漠エリア行かなくて、またファイヤー抜け道の戦いが始まるのかと思った、いた、いや全然いいこいつなら、オッケー、わ近づくのずるいんだって、どっか行けよお前、オッケー
あーこっちまで来るな。おいそのファイヤーを遠くに打って楽しんでろよ。オッケー、おーよいしょ、おら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 短い射程で、うわー来ないで、一体予測すんな人の動きを。オッケーオッケーオッケー、稼げ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 、オッケー、ジャンプ、おーお前もジャンプすんのかい、予測するだって。あーやめて、それは無理。おおバイバーイ。オッケー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 、いけるいける、半分ぐらいじゃない今ちょうど。いや届かないね、お前の射程は見切った。お前ができることは近づくか、上で上の上のなんかファイアーボール落とすか、めっちゃ近づいてブレスを当てるぐらいだ。そしてお前なんか謎の行動をずっとしている、一体そこは誰のか。いやいい、あの1ダメージでこれだけダメージを稼げるのであれば全然問題ない。よし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 、うわあ、オッケー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 、来るな来るな来るな、撃て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 、止まれ。ああ、お前は止まったもんな、止まったもんな、止まれって言って止まったもんな、お前は何も悪くない。うわあ、いやでも角結構アンチだな。いやこれ怖いな。うおー、これは撃ってくる、これは撃ってくる、撃ってこないんかーい。パターンにやめろ、すべてを見極めろ、甘えるな自分の体力に、これはファイヤーの動きだ。わー違った、本気で連打、オッケー、よしよしよし、本気で連打、連打しろ連打、指を指をいっぱい使い、使えるだけの指を使ってギリギリまで引き寄せて、オッケー避ける、よし分かったぞ、ギリギリまで引き寄せてジャンプすればあいつはファイヤーを撃つ近距離で、これを撃たない、オッケーオッケー、で連打、これ撃つな、ここオッケー、よしこうやって人間は成長していくんだ。これ来るな、オッケー、よし左側の方が見やすいんだよな、右側基本銃連打してるから見えねえんだよ。よし、あーコマンドを間違えた、あーうざい、やばい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 、危ねえ、いやいける、今回でいける、連打しろ、頑張れ右手、人差し指が検証員になってもいい、お前と別れるならそれでもいい、やれー命をかけろ、オッケー、やったやった、むずいってマジでこんなにむずい、わーやばー、あー疲れた、あー強かった。何、あーこれ、あこれが使えるようになったの、あちょっと待って、一回一回ちょっと博士のとこ戻ろう、あーちょっと疲れた。これファイヤーは、あファイヤーボールなってるね、あ普通のピストルがこれに変わるんだ、でなかなかの連射力があるねこれ、はい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 、あ結構撃てるね、強いんじゃないこれ、あれ、あえあ撃てなくなるの、撃てなくなった、あれなんでの、ノーマルはこっちは撃てるんだ、こっちは充電がないみたいな感じ、これでまたあれなのかな、こいつのどれだっけ、これかな、この武器のエネルギーが回復するっていうやつを買わないと回復できないってことかな、まあ、買っといてもいいな。多分、E 缶とか、これ、ボス戦の途中とかで多分使えるでしょ。今回 E 缶なかったから、もう、ね。めっちゃ自力で頑張って攻略法を覚えてやったけど、これ E 缶あったら、これ5本持てるから、5回体力全回復できるんでしょ。めっちゃ強いやん。これ買おうよ。あ、いいね。これとりあえず買い占めよ、もう。E 缶をとりあえず買い占めて、で、ebook が、あ、エネルギーね。はいはいはい。で、ちょっと、左側の、ある、あ、アルコールは忘れるだけか。じゃあ、M 缶買っとこ。あ、お金ない？もう。お金ないのか。まあ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 。OK、OK。とりあえず、ファイヤーボールは今んとこ使えないままではあるけど。いや、ebook1 枚なら買える？あ、1枚も買えなかった。これまた、あれだな。お金を集めとかないといけないな。うん。いやー、やばいね。うん。これ、出たら？あ、この画面になるのね。はい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 。え？だってこれ、あと、あと何？ 1、2、3、4体いるんでしょ？
とんでもないよ。だって多分さ、これ見た目で俺さ、ファイヤーマンこれ弱そうだなって思って行ったのにバカ強かったんだけど。めっちゃ死んだよこれ。言うて俺今これ動画40分ぐらい撮ってるからね、もう。一旦ホームに、ホームしたらどうなる？あ、ここに戻るんだ。はい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 。ちなみにお金は9円しかない。めっちゃ少ねえ。いや、ちょっとお金貯めよう。うん、ちょっとこのコイン貯めます。9円しかないけ、ちょっと9枚じゃあ今後 E 缶も M 缶も E ブックも買えない、戦えないこれじゃね。で、とりあえずちょっと今回、ファイヤーマンしかクリアしてないんですけど、ちょっとファイヤーマンでちょっと区切りたいと思います。いや、本当はもうこれ普通にね、あの1本何これクリアして、もう今回このね、やべえ掃除屋さんなんちゃって最終回かなって思ったんですよ。この次のステージがもうカミングスーンになってて、今のところ出てないんですね。うん、なんでもうここをクリアしたらもう終わりかなと思ってたんですけど、まさかのロックマンバカ難しいし、めっちゃやり込み要素っていうかさ。ね、コインもまたいっぱい使うしね、マジファイヤーマンであんなに苦戦すると思わなかったよ俺。道中の道で何回死んだことか。一撃だし、トゲで一撃、火で一撃ね。ということなんで、とりあえずちょっとね、また動画外でお金を貯めて E 缶とかね、また買い占めてね、あ、 E 缶 M 缶 E ブック買い占めて、ちょっと次回また、アイスマンやらエレクトリックマンやらグリーンマンやらをね、ちょっと攻略していこうかなと思います。はい、ということで今回のロックマンはここら辺で、ご視聴ありがとうございました。また次回、バイバイ。